ソウルキャリバー4はバンダイナムコゲームスが発売する 3D 武器格闘アクションソウルシリーズの第6作目本作は同シリーズとしては初めてオンライン対戦機能を搭載しているまたコラボレーションとして SF 映画スターウォーズシリーズのキャラクターがゲストとして登場したソウルキャリバーでは初の 0C の作品となった 名実ともにソウルシリーズの集大成と呼べる作品であり、あらゆる面で前作よりもパワーアップしている。特に前作で導入されたキャラクタークリエーションモードは体格を選べるようになったり、声の音程を変えられるようになったりと大きくグレードアップしている。本作から初めてオンライン対戦が可能になっているが PS3、PS Xbox 360による 両機種間でのオンライン対戦はできない。2008年8月4日、両機種の全世界累計販売本数が200万本を突破したことが発表された。2009年8月27日には、本作をベースに新要素、新キャラクターを追加したソウルキャリバーブロークンデスティニーが、プレイステーションポータブル用ソフトとして発売された。本作では、 従来のシステムから大きく変更されたものと新しく追加されたものがある。著名アーティストがデザインを担当した本作限りのオリジナルキャラクター。全員、技も勝利ポーズも含めて、レギュラーキャラクターと同じモーションである。ありがとうございます。